紅井駅イ駅ン候補店観音病紅れは、香港九流半島南部の住宅、商工業地域である。古くは赤。香港九流の商業の中心のチムシアッツイの東に位置し、九流の大地区名の一つである。地域のほとんどは、九流上区に属する。ただし、香港体育館、MTR 紅井駅、香港理工大学などのある一部地域は油。 戦車管区に属する。香港では古くから工業地区として栄え、区域内には候補ドックという造船所があった。今、その名残として、地区内に候補号という船の形をしたモニュメントがあり、商店が入居しており、観光スポットの一つとなっている。また、海岸には紅不当があり、かつて香港島と急流を結ぶフェリーの玄関口として、 栄えたが海底トンネルの完成とフェリーの多くはチムシヤッチから出ることからその玄関口としての地位は低下した。街は下町の雰囲気を呈しており古き良き香港の街並みが残り香港庶民の生活を垣間見ることができる B 級グルメの店やスイーツの店が多数点在し各種料理を安価で提供している。またビクトリアハーバーを望む海岸沿いには 遊歩道が設けられており、対岸の香港島と海に浮かぶヨット群を見ることができる。また近年は、海岸沿い、MTR クレナイ駅、広報駅周辺には、都会県、半島後には、海浜南岸、伊降、星岸、海明県、海逸公園などのやや高級な高層住宅が、林立している。ロイヤルペニンシュラクレナイ、エワ、シムシアッチからは、2階建てバスでは、 路線番号 5C、8A、8P など、緑のミニバスでは、路線番号6、6A、8などで行くことができるが、歩道橋などを使い、徒歩で行くこともできる。クレナイフ頭、MTR クレナイ駅、香港海底トンネルなどがあり、急流側の交通の要所でもある。これらの3カ所は、発着、経由するバス路線の数が大変多く、この意味でも、 交通の重要な拠点となっている。チムシアツイ、サカンタク、中間、ドラワンなどの主要地区へは、バスの便がある。候補駅 A 出口候補号候補駅 D1 出口ただし、一部区議会議員の間で、クレナイの候補地区へ、MTR 間、筒見線の候補駅の延伸を要求する声があり、現在工事が進行中である。香港や、外国の著名アーティストの公演に使われる、 香港コロシアム、香港の主要大学の一つである、香港理工大学は、ここくれない、にある。ありがとうございます。